市長予定候補田中伸介さんを応援する福岡市から政治を変える会の政策をお届けします。今日は天神ビッグバンについてです。天神ビッグバンは高島市政が推進しており、天神のビルの高さ、容積率の規制緩和を行い、ビルの建て替えによりオフィスビルの延べ床面積を 1.7 倍に増やすものです。動きが加速し、70棟の建設が予想されています。天神ビッグバンは行政のお金、すなわち税金を使わずとも民間の力で再開発を進めるという触れ込みでした。これは高島市長が自らの著作で述べています。しかし、例えば昨年度には44億円の税金が投入されています。アクセスする地下道や道路を行政が税金で作ってあげています。また建て替えるならビルの床が多いほど賃料が稼げるので儲けが出ます。規制緩和でビルが高く大きくなれば企業には好都合です。しかし、ビルを途方もなく大きくすれば地価高騰、住民や中小企業の追い出し、渋滞、ラッシュ、災害混乱を招きます。そのコストは住民に押し付けられます。ビル街の青空はただではないのです。住民の共有財、コモンズです。規制緩和の利益を開発大資本、大企業が独り占めすることは許されないのです。都市計画法75条で都市計画事業によって著しく利益を受けるものがあるときは利益を受けるものに負担させることができるとあります。大企業はその負担をしていません。私たちカエル会が天神ビッグバンを市民中心で見直し、市民のコモンズを考慮せよというのはそのためです。市長は開発でオフィスが増え、ビジネスが盛んになれば市民の利益になるという理屈なのでしょうが、それが実現しなかったのが高島市政3期12年間の結果でした。また天神ビッグバンは推進側からも心配されています。コロナでリモートが普及し、オフィスはいらないが世界的な流れになっているからです。大量のオフィスを作る発想がすでに時代遅れです。さらに30年ぶりの円安、資材高騰でオフィス需要に不透明感が生まれています。オフィスビルの空室率は危険水域と言われる 5% を超えました。オフィスビルが供給過剰になるかもしれない心配が高まっています。9月21日付、西日本新聞は福岡都心活況に陰りという記事を出し、警鐘を鳴らしました。天神ビッグバンは推進派にとっても一旦立ち止まって見直しをすべき事業になっているのです。旧態依然の古い時代感覚で突っ走り続ける高島市政にはそろそろお引き取り願いましょう。